鶴ヶ島市上広屋第2にやってまいりました。お邪魔いたします。まず玄関入りまして、右手にこのようなシューズボックスがございます。でちょうどね、窓がついてますので玄関明るいです。そして、すぐ左手には、はい、和室がございますね。このような和室になってます。4.5 畳ですが、このようにですね、すごく押し入れがですね、2つ分かれてますので、いいですね。いろんな意味でこう分けてしまえるというのがいいですね。特に和室ですから、和室和室というようなものがございますのでね。はい、そして続きまして、隣接するリビングです。和室とね、こうつながってますので、まあ、お客さんが来た時だとか、開けっぱなしにして、ね、広くお使いいただくとか、いろんなパターンができます。そしてこのように前にですね、小さいですけどお庭が若干あるのがいいですね。こちらになんか植えればですね、すごく落ち着いたいい空間になると思います。リビングからキッチンに移すことになります。はい、キッチン見てみましょう。キッチンはね、淡い北米調の表面仕上げのシステムキッチンです。清潔感が漂ってますね。はい、こっちのガスコンロがございます。そしてレンジフードもしっかりして設置されてます。シンクも広くて大きいですね。浄水機能がついた蛇口がついてまして、前はこのようにキッチンから見えます。このようにね、ちょっとした壁ですけども、こう仕切られてますので、対面でありながら仕切られているのが奥様にとっては非常にありがたいです。ということで、これね、この窓が非常に明るくて効いてますね。続きまして、見ますと、1階のトイレです。1階のトイレはこのようになってますがね、すごく清潔感が溢れてます。明るくて良さそうなトイレです。そして、その奥には、洗面所です。洗面所のね、洗面台もこのように三面鏡がついて素敵な空間になってます。窓も大きくって明るいですね。その奥に浴室です。浴室もね、このように非常に大きな浴槽と窓も大きいですね。一気に湯気が外に出ていきそうです。一つの面がね、このように横島のですね、素敵なおしゃれな空間に仕上がってます。洗い場も広くて大変ゆったりと使えそうです。2階に上がってみましょう。2階に上がりますと、はい、まず2階のトイレですね。2階のトイレこのようになってます。こちらもね、清潔感が漂ってます。明るいですね。こういいトイレとなってます。はい、まず2階上がって1つ目のお部屋です。7.5 畳ございます。バルコニーにも直接出られます。そしてクローゼットも広くて、あのものは収納できそうです。2つの窓がついてますね、一つ目にね。はい、出てみましょう。はい、こちらがこのように専用のバルコニーになってます。専用バルコニーですからね、いろんなこう急に何かあってもすぐパッと出せますからね、出したり入れたりが非常にありがたいです。そして真ん中のお部屋です。真ん中のお部屋です。はい、6畳ございます。こちらもクローゼットがこのようにしっかりとしたものがついてまして、機能性十分のお部屋となってます。そして最後のお部屋です。あ、こちらは明るいですね。このように見てください。二方向からですね、非常に明るい日差しが注ぎます。8畳ございます。はい、一つ目のこのクローゼットにですね、2つ、1つのクローゼットが2つに分割
しているのが非常にありがたいですね。こういろんなものをですね仕分けて収納できるのがありがたいです。ちょっと出てみましょう。バルコニーです。専用バルコニーですね、はい、こちらはですねこのように前が道路になってますので、ですね、大変開放的な空間になってます。ですからこのお部屋なんかも非常にこう気持ちよく生活できる空間となっています。はい、素敵なお部屋が連なります。広島広屋第2でした。